アズ古墳は、栃木県栃木市大港、寺町アズ栃木県下津賀郡美部町、藤アズマ原にある古墳。形状は、前方後円墳。国の史跡に指定されている。栃木県では、最大規模の古墳で、6世紀後半の築造とされる。栃木県南部、重い川、姿川に挟まれた、大地上に築かれた古墳である。古墳は、前方部を南に向ける。 2007年度から2010年度にかけて発掘調査が行われた結果、県内最大の墳球町を有することが判明した。また、周堀の福土からは、平安時代の浅間山の噴火に由来する軽石体積が確認され、現在に至るまで周堀の埋没が進んでいなかったことも明らかとなった。埋葬施設は横穴式石室で、江戸時代に未部藩主、 鳥石によって庭石にするために石室が開かれ、原門、天井石が持ち出されたという。石室の主体部は古墳の前方部中央に設けられており、奥壁、側壁は戦力岩の一枚石、原門は業界岩の霧石、原室全面側壁は河原石小口積み、専門は業界岩からなる。石材は現在、未部城跡地の公園に置かれている。 2007年から2010年にかけての調査で、この石材が石室部材であることが確認された。築造時期については、主体部前面の土中からの蛍光小座根、混同製品の湿度、また継承派には、円筒派にはの湿度から、6世紀後半とされている。古墳域は1970年7月22日に、国の史跡に指定された。 また2014年1月31日には、石室部材が、栃木県の文化財に指定されている。最下部に木段、その上に、紛球紛球は2段からなる。1段目は、木段とも呼ばれる、幅広いもので、これは、付近の古墳にも認められる形式であることから、下付け型古墳という故障もある。本古墳では、1段目と2段目の形状が異なり、掃除型にはない。 一段目の平面型は左右非対称の形で、二段目は公園部形、前方部幅がほぼ等しい。また、墳球には一重の周堀が巡らされている。ビワ塚古墳とマリシュテン塚古墳思い川、姿川間の大地上には6世紀から7世紀にかけて多数の大規模古墳が築造されており、これらは当地の歴代在地市長墓とされる。 主な古墳には次のものがある。なお、律令制下に入っても、統治一帯は、下付けの国の中心部を成しており、付近には、下付け国府、下付け国分寺も営まれた。ありがとうございます。